ローレルはアメリカ合衆国ミシシッピ州の南東部、ジョーンズ郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。ジョーンズ郡には郡庁所在地が2つあり、もう1つはエリスビル市である。2010年国勢調査でのローレルの人口は18,540人だった。ローレルはローレル小都市圏の主要市である。市内の大手雇用市として、ハワードインダストリーズ。 サンダーソン農園、ドア製造のマソナイト、ファミリーヘルスセンター、ハウスインプリメント、サーモクール、南中地域医療センターがある。市内には、ミシシッピ州最古の美術館であるローレン・ロジャーズ、美術館がある。多く通り、1900年頃ローレルは1882年に木材の町として設立された。市名は、当初の町近くに月桂寺のヤ部があったことから名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.8平方マイルであり、このうち陸地15.4平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は2.09%である。ローレル市の地域は暑く湿気た夏と、外して温和、または冷涼な冬が特徴である。ペンの気候区分によれば温暖湿潤気候、略号では CF に分類される。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ローレルメンシュ工場の正午頃、若い労働者が見える1911年に写真家、ルイスハイン撮影施政府は一人の市長と七人の委員で構成される市政委員会が統治している。委員は七つの小選挙区からそれぞれ一人が選ばれている。アメリカ合衆国有便公社が ローレル郵便局と直等郵便局を運営している。ミシシッピ州精神医療省がローレルで南ミシシッピ州立病院危機介入センターを運営している。ローレル市の公共教育はローレル教育学区が管轄している。学区内には5つの学校があり、入学者数は約3100人である。上温津郡教育学区もローレル地域の生徒を受け入れて教育している。 鉄道駅、アムトラックの列車、クレセントがローレルの駅で停止し、北のニューヨーク市、フィラデルフィア市、ボルチモア市、ワシントン DC、ノースカロライナ州シャーロット、ジョージア州アトランタ、アラバマ州バーミングハムと、南のルイジアナ州ニューオーリンズ市とを結んでいる。駅は、ノースメープル通り230にある。ハッティズバーグローレル地域空港が、 ジョーンズ軍のモーゼルに近い未編入領域にある。ありがとうございます。